めぐみ29歳派遣社員として働いてます。同棲して1年経つ彼氏がいます。付き合ってからは2年です。見た目は千鳥のノブに似ていて優しい人です。10年前にオーストラリア留学していて、でそこのシェアメイト、入籍日は来月のバレンタインデーにする予定ではいます。もうこれ占わない方がいいのね。え、なになになに、どうした、何を抱えてるの。彼氏が海外で働きたいっていう風に言っていて、やっぱり生活するってなるとやっぱ不安とかあったりするんで、どうしたらいいんだろうって感じ。あとはレストですね。彼氏の方があんまり性欲が弱い、結婚もまだしてないのに。なるほどな。レストってちょっと早い。どうしたらいいか聞きましょうよ。相談したいな。これちょっとすごいの見えた。何？もう言っちゃいますね。怖い。ねえ、言っちゃいますねは怖いよ。そうなんですよね。あ、妹ちゃん。美人姉妹。こんにちは。はじめまして、ちえと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずめぐみさんのオーラのカラーからすると2色、赤と黄色なんですね。はい、赤色はすごい行動力の人なんですね、うん、基本的にもう直感とあと衝動的、まあ、こうと決めたらもうその意思を、ま、曲げない人っていう感じですね。合ってる？合ってる？基本的に何でも楽しいことを優先するし、面白さにもう全振りしてるような感じなんですよね。変化を求めたいんですよね。なんか安定とかずっと一緒のことが続くと飽きてしまったりとか、飽き性の星も持ってるんですよね。熱しやすく冷めやすい飽き性みたいな。仕事もなんかすぐ飽きちゃうんですよ。だから結構コロコロ変えてて、コロコロ変えたりとか、住む場所とか同じ場所にずっといないっていうのがあるので、もう点々としてます。そうですよね。すごい、常に人生に変化を求める人なんです。だからこそそのエネルギーがもうオーラに表れてます。で、面白いことに運気で見ていくと今一番最高にいい時なんです。いろんなことが変わる時なんです。仕事ももしかしたら変わるかもしれないです。他を探し始めるとか変わる時なんじゃないかなっていう感じがしますね。で、今好きな人っていますか？はい、付き合って2年で同棲して1年の彼氏がいます。で、来月のバレンタインデーに入籍しようかなって思ってます。わー、この今の彼氏さん、結構はっきりとした顔立ちじゃないですか。あ、そう、眉毛しっかりしてたりとか、あとなんかちょっと骨っぽい感じ。はい、この方すごい堅実な人です。努力家、もうコツ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 やっていくタイプの人、うん、で自分の意志が強い、しっかりとした人ですね。はい、すごい。で、この2人ね、相性がいいんですけど両方強いんですよね。え、そうなんです。どっちも曲げない。曲げない。喧嘩するとちょっとなんだろうな、冷戦状態みたいになっちゃうかなっていう感じはするんですよね。すごい。そう、あ、運気のバイオリズムも基本めぐみさんと彼似てるんです。だから上がってる時に一緒になったりとか、下がってる時に一緒になったりとか。へ、あ、これちょっとすごいの見えた。あのね、もしかするとね、あ、いいや、ちょっと、気になる。いや、後々言います。で、今すごい運気がいい時なので、彼は32歳で仕事を辞める、変えるっていうのが出てるんですよね。
海外で仕事をしたいって言ってて、うん、で私もそれに対しては賛成してるんですけど、うん、結婚してで海外で生活ってなると不安が結構あって、うんうん、ちなみに彼のお写真とかってありますか？あります。さっき何を言おうとしたのか気になる。後で言いますねって言ってたけど、うん、何なんやろ。あーイメージ通り。すごい。あの彼はあの自分にちょっと圧をかけてる時っていうか変わろうってしてる時なんですよね、うん、彼自身のオーラのカラーは緑と青2色持ってるんですよね。緑色っていうのはマイペースだし自分をしっかり持っているっていうカラーと、青は冷静、特に今はすごい考えてる時期だから青が強くなってるんだろうなっていう。でも優しいです、彼は。優しい怒らない。怒らない。彼ならついていっても大丈夫ですよ、この先もずっと。でめぐみさん自身もね、海外に住むっていうのがね縁としてあるんですよ。海外の方が自由にのびのびいられるっていう感じなんですよね。二人ともね、なんかあのアップダウンは激しいから、そうマンネリだけちょっと注意してください。え、なんかマンネリ、あ、そうだっていうか、あの悩みがなんかレスっぽくなってて今、うんうん、で私の方が多分強いんですよ、性欲が、うん、でもうしっかり出てます、それは。やっぱり出てますで彼氏は多分少なめなんですよ、うん、でも私はしたいから誘うんですけど断られる、うん、で次の日誘っても断られる、うん、イライラしてきてストレス溜まって、うん、で誘わなくなって、うん、で今そんなにしてない、 2,3 週間に1回ぐらいしかしてなくて、うん、どうしたらいいですか？これは彼に合わせるしかないですよね。でも彼も変わります。今ちょうどいろんなことを考えたり仕事に真剣な時だからそういう性欲が下がってしまっているだけなので変わります。それに2月に結婚されるって言ったじゃないですか、はい、そしたらもう全然その問題何だったんだろうっていうぐらい変わっていくので。そんな変わるんですか？はい、それさっき言おうとしたことです。もう言っちゃいますね、めぐみさん来年妊娠するんです。来年、はい、おめじゃん。それが結構転機じゃないですけど自分の中の価値観がガラッと変わったりとか変わる出来事になりますね。すごい今直前になってるからいろんな気持ちの揺らぎが出てきてしまったりとか不安になってるだけで変わりますよ。じゃあ大丈夫なんですね。大丈夫ですよ。私すごい気になるのが妹さんなんですよね。何？妹さんすごい、私めったに見ないんですけどちょっとゴールドもオーラに入ってるんですよ。怖い。いいです。いろんな色持っててゴールド黄色紫っていう感じなんですよね。完全に星回りで言うと個性の星なんですよ。だから人と一緒じゃ嫌だし圧倒的自分みたいな感じで言わなかったりこう控えめな感じにはしてるけど実はすごい自信があったりとかプライドありますよね。プライドはめちゃめちゃ高いですね。そう、はい、負けず嫌いなんですよ。ふわっとしてるけれども自分の気分でその時決まるみたいな感じで気分屋のところがあると思います。めっちゃ合ってる気分第一って感じで、ゴールド入ってるから何をしても一番になるカリスマになるっていうのがあるんですよね。すごい。だから何をしてもうまくいくっていうので将来社長か社長夫人、どっちかなんですよね。社長になった方がいいんじゃないかなっていうぐらい最強じゃない。もう女王の星持ってるんですじゃあもう自分で何かした方がいいんだ。できますね、経営者とか。だからちょっとずつ考えてるけどやりたいことがなくて、うん、何をしたらいいかわからないみたいな状態だとしたらパートナーを見つけた方がいいです。パートナーと一緒に何か自分のやりたいことを形にしてくれる人とか。ちなみに今好きな人っていますか？好きな人はいます。そうなると好きにならないですよね。そんな中でもめちゃめちゃ変わってる人選びましたねご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの内田寛太です。ご覧いただいている番組をフルで見られるのはアベマだけ。動画の続きはここをクリック。